腕をこのようにできないそこのあなた、今すぐ肩甲骨剥がしが必要です。こんにちは、井上です。今回視聴者さんからリクエストをいただきまして、目が覚めるといつも肩甲骨の間がだるくて常に肩こりなんですと、巻き肩だと思われますと、なんかこう目覚めがいい方法ないですかっていうコメントをいただいたんですよ。で、同じようなコメント何個かいただいて、そのせいで背中に脂肪がつきやすいとか、背中がガチガチで痛いです、肩甲骨が動かしたいです、どうしましょうみたいな。今日はとっておきの肩甲骨剥がしの方法を皆さんにお伝えしたいんですけど、最初にもお伝えしたように、腰に手を当てて肘を前に持ってこれない人、こうやって多分ここで止まっちゃう人とかいらっしゃると思うんだけど、こうやって肘が前に向かない人、この人は肩甲骨がそもそも動いてない、猫背でもあるし肩甲骨も動かせてないし、背中の筋力は弱いし、もう背中がガチガチになるのは当たり前なんですよ、この状態だと。なので今日は胸椎と肩甲骨、そして背中の筋肉全てを動かせるエクササイズを紹介するんで、まさに肩甲骨剥がし今からやるんで一緒にやりましょう。まず最初に肩甲骨をこうやって動かしたいんで、手を組んで肘を真横に平行にします。で、肘をこうやって回す、まるでボートを漕ぐように肘を前でこうやって動かす、これを30秒間一緒に行います。いきます、よーい、スタート。なるべくこれをやってる時にしっかりと自分の中で背筋をしっかり伸ばして猫背じゃない状態を作ってやります。座ってもし猫背の状態を作れない方がいるんだったら立ちながらやった方がいいですね。しっかり呼吸をしながら肘でこう8の字を書くような、こうね、こんな感じ。今肩甲骨がめっちゃ動いてます。頑張って。はい、30秒経ちました。はい、そしたら今度後ろに漕ぎます。こうやってこれもまた30秒いきますよ。ではいきます、はい、よーい、スタート。多分固まってる人はゴリ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 言ってると思いますけど、ゴリ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 言っても続けましょう。もうそれだけ固まってるんで、しっかりとこうやって後ろでね、肘でこう、まるで後ろの人に肘で攻撃するかのようにこうやって回す。こう回しがスムーズにいけばいくほど肩甲骨の動きがすごく重要になるんで、コリコリ言っても続ける。はい、30秒経ちました。 OK、 ちょっと休憩しましょうか。今肩甲骨が疲れたんで、さすがに肩甲骨を動かしたんでね、ちょっと背中が疲れてると思うんで、次いきますね。次はまた同じように手を組んで肘だけこうやって回す、顔を真正面向いたまま、これを40秒間一緒にやります。よーい、スタート。これは肩甲骨を前後に動かすことはもちろんなんですけど、肩甲骨の間にある菱形筋で、その間にある胸椎、ほんで背中の骨も一緒に動かしてるんで、これ多分背中固まってる人明日結構筋肉痛になるかもしれない。よし、すごい、もう背中がちょっと疲れてきましたね。いい感じ。しっかりと平行に回す。首は絶対に真正面のまま。はい、40秒経ちました。 OK、 よっしゃ。さあ次いきますよ。こうまるでアラビアンな肘を横に90度で手をこうやってやる。そのまま前に、手をこうやって前に回す。これを30秒間いきます。数えます、はい、よーい、スタート。こうやって腕の形をロックすることで、肩甲骨と肩関節でしかこう動かすことができないので、強制的にこれをこう丸く円を描くように横でふっと前で回す。すごいです。もう肩甲骨がいい感じ、肩甲骨が円を描いてます。すごい、これマジです。もう二の腕も痩せると思う。はい、30秒経ちました。 OK、 そしたら今度はこう後ろ回し、もういっちゃいましょう。このまま数えます、よーい、はい、スタート。なるべくね、大きく円を描くととてもいい運動になります。でもね、いける人はスピードアップしちゃってください。こうやって後ろ回し、
こうスピードアップするとすごい肩甲骨の負荷がすごいんで、スピードアップするとゆでね、もう疲れちゃうよっていう人はこうゆっくりね回して、いける人はもうすっごい早く自分のね、どんだけ早く回せるかチャレンジしてみてください。はい、30秒経ちました。 OK、 そしたら次最後です。手を腰に当てて肘をこうやってフッフッフッとこうやってやります。30秒一緒にいきます。よーい、スタート。息をこう吐きながらですって、で、はい、これを繰り返します。何気にきつそうですね、それ。きついよ。肘をなるべく前で、はい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 、疲れます、すごい疲れます、もう肩甲骨ぶっ壊れそうです。はい、30秒経ちました。けー、めっちゃ疲れたぜ、本当に。これ肩甲骨ぶち壊れそうです、やばいっすね。皆さん最初にやったこの肘、最初より前行きますかね。最初よりこう少し前に行った感覚があれば肩甲骨が少し動き出している状態なんで、続ければもっともっと前に行く柔軟性を持てるし、背中の筋肉をうまく使えて胸椎肩甲骨も動いて背中も痩せやすいし、肩甲骨の周りには褐色脂肪細胞があるので全身の代謝も上がるんで、ダイエットにもめっちゃ効果的なんで、ぜひこれを続けてガチガチな肩甲骨を取り除いて姿勢も綺麗にしていつまでも綺麗でいてください。このようにアペアンス TV では今いる綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思い動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。